サンダーバードはギブソン社のエレクトリックベースである。アメリカ合衆国の自動車デザイナー、レイモンド・ディートリックによる特徴的なデザインは変形ベースの先駆けとなった。名前の由来はアメリカン・インディアンの民間伝承に登場する巨大な鳥をイメージしている。当時はフェンダーがプレシジョンベースを発表してから12年間、エレクトリックベース市場のリーダーであり続けていた。 ギブソンも EB-0、EB-3 とエレクトリックベースをリリースし、ノウハウを高めていく。1963年にエレクトリックギター業界の躍進も視野に入れ、島一機のファイアーバードと共に発表された。これまでのギブソンのベースは30インチ半のショートスケールであったが、サンダーバードでは34インチとフェンダーのベースと同じロングスケールになっている。 発売時はシングルピックアップのサンダーバード2とツインピックアップのサンダーバード4が用意された。ネック接続にリッケンバッカー4000シリーズやファイヤーバードと同様のスルーネック構造をとっている。当初のボディシェイプは低音源側の角が短く高音源側の角が長く従来のギターボディを反転させたようなデザインであった。1965年の後半に 生産コストを下げるためにスルーネックからセットネックへの構造変更される。またデザインも一般的なベースのようにボディシェイプを逆にしないデザインに変更された。1969年に一度生産が打ち切られるが、1987年に再生産がスタートし、この再生産開始時にはリバースモデルが採用された。そのためノンリバースモデルは、 その製造期間の短さから希少価値がつき、かなりの高値で取引されている。後年、ギブソンやエピホンによって何度か再生産、復刻版という形で発売されている。なおリバースモデルからノンリバースモデルへのデザイン変更は、ジャズマスターに似ているというボディデザインをめぐり、フェンダーに裁判で負けたために作られたと言われていた。実際はそういった裁判記録はなく、 ボディデザインで言えばノンリーバースモデルの方がフェンダーに似ているためこの説はデマとの見方が大半である。実際フェンダーが所有しているボディのコンター処理のパテントをめぐり裁判になりかけお互いの会社の弁護士が話し合ったのは事実のようだが1965年にフェンダーが CBS に売却されたためにこの件はうやむやになった。1976年に 建国200周年記念モデルとして、サンダーバード4が再登場した。このモデルは、ノンリバースボディにスルーネック構造となっており、ピックガードに、建国200周年記念のロゴが入っている。この後1979年に再度、製造終了になるまでサンダーバードは、通常製品として販売され続ける。パッシブハムバッカーピックアップによる深く豊か。 低音と中周波数帯が強調された個性的な音を特徴としている。太く重い音色からハードロック系のミュージシャンに愛用されている。高音域が出し難いため打楽器的扱いをするスラップ奏法には不向きとされている。またその特徴的な音色からジャズベースと比べると音作りの幅が限定されている。不規則なボディ形状とストラップボタンの位置により、 重量は不均衡でバランスに欠ける。ギブソン製楽器によく見られるネック側の手を離すと、ヘッドから真下に落ちる現象は運指に負担をかけたく、ないユーザーから不評であった。ダイブはボタンストラップを移動し、滑り止めがついたストラップを使用することや、重さのあるブリッジに交換するなどボディの重量を増やすことで回避可能である。後年のモデルには、 いくらか改善されたものも存在する。また特徴的なボディデザインはバンドの音楽ジャンルによってはかなり浮いたデザインになり得る。エピフォン製サンダーバード4サンダーバード4はさらに1987年から再発売され、その後も販売され続けている。ラインナップは現行のすべてのモデルはツインピックアップである。ブラックバードは モトリー・クルーのベーシストニッキーシックスの要求仕様に合わせたモデルである。当初はシックスバードと呼ばれた。ブラックバードは2000年から2003年まで製造された。サンダーバード4との違いはありがとうございます。